わあ緊張するな、これカラーになって時期も綺麗ですよね。全然うまいこと避けられへん。いかんね、これはいかんね。なんでこの人上がってんですかね。困ったなぁ。レディが早く早くって言ってますよ。あゼロ工事としてこれすごい。どうも、ゲームデザイナーディレクターの桜井正弘です。ゲームセンター CX 課長の有野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。言っていいですか、世界の人が見てるんでしょ。2003から放送が始まったんですよね。でも YouTube とかニコニコが始まったのは2005年なんですって。へー。だからゲーム実況の祖は有野さんって言っていいって NHK に言われました。そう、それは言うことがはばかられるから NHK のせいにしてますね。こっちは自分で言ってたんですよ。でもなんかゲーム実況のやつを番組の中でなんか触るみたいな番組がありまして、それでなんか調べてもらったら有野さんがやっぱ一番早いって。というわけで世界の皆さん、はい、今すごい方を目にしています。レジェンドです。レジェンド、現役レジェンドです。フロントラインです、はい。このゲーム本当に難しくて自分100点で死ぬかもしれないです。チャンス。それではいきますよ。3、2、1、ゴー。本当にね、この敵の弾も自分と同じだけ届くんですよね、同じ速さで。あ、地雷やった。あれはい、パワーアップアイテムとかないです。あとフロントラインはどちらかというとファミコン版が有名ですよね。うわ、すげえ届く。うわ、ちゃんと隠れるやん、あいつら。あ、危ない危ない。うわ、あ、終わった。終わりました。早いな。戦車乗りたかった。100点ではなかったけれども僕200点でした。グラフィックとしては今のフロントラインって割と平均的というか標準的なものだったんですね、時代的に。でも1983年になってゼビウスが出てきます。コピーライトでは82年って書いてあるんですけど、はい、コピーライトっていうのは通年的にこの頃発表した時期を載せることになっていて、実際に稼働したのが83年っていう感じです。3、2、1、ゴー。これも連射はオンにしています。このグラフィックを、敵キャラのグラフィックとかみんなグレースケールで描いたっていうのがすごいですよね。グレースケールって何ですか。つまり白から黒のグラデーション、灰色を兼ねたグラデーションというか、それによって今までのゲームの幅っていうのを大幅に超えるようなグラフィックが表現できたっていうのがやっぱりポイントで、あとゲームにしっかりとしたストーリーの背景が入ったっていうのもゼビウスが走りですね。あ、そうなんですか。上手い人には敵がいっぱい出てきたりとか、 AI 機能的なのがもう本当に入ってたってことですよね。ですね、敵のテーブルっていうのが決まっていて、どん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 先に進むんですけども、時々レーダーのような敵キャラクターがいるの分かります？はいはい。あれを倒すと敵のテーブルが巻き戻ることで優しくなるんです。へえ。ところがなんかさっきからモニターの反応が遅れてるのか、あるいは自分が遅れてるのか、狙ったところに弾が飛ばないという恥ずかしい状態になってます。チャンスだ。トーみたいな、隠しキャラみたいな。ああ、ソルのことですね。自分はやり込まない人なのでソルの位置とかまでは分かんないんだよな、あんまり。
ていうふうに敵キャラクターそれぞれにちゃんとした世界の名前がついてるっていうのもすごいですよね。あ、名前なかったんですか。ないってことはなかったんですけど、例えばギャラクシアンの場合はパープルエイリアンとか、レッドエイリアンとかいうのが関の山でしたけど、へー、今飛んできたキャラクターはタルケンだとかちゃんと名前がついてるわけですね。今までフロントラインやってたとは思えないぐらいでしょう。進みますね。揚げ桃でした。あ、そうです結構粘りましたね。うわ、でもボス出したかった。もう今までボス1回も出してないな『マリオブラザーズ』は2人でやりましょうか、はいはい、これで協力でやりますか、それとも倒し合いでやりますか。協力ですよ。協力ですかコーナーで AD さんとかを、倒してブイブイ言わせてましたよねコーナーでやってましたね、あったあった。うわいいね、かまどかまねもう皆殺しでしたよね、あれ。いきなり AD に来てもらってマリオとルイージのカラーがそれぞれで何か違いがあって面白い。ちょっと茶色いですね、ルイージ。色がいっぱいある。ルイージ全然背高くない。背は高くないです。危ない。大丈夫かな。危ない。ほっといても大丈夫かな。危ない、上がれない。じゃあ、特に殺されることはなかろうということで先に進みますか。はい、はい、なんか裏切りの大空先生印象としてムーブがルイージのムーブが全体的に怪しいやると思ったイエーイ、あー、やった。どっちだ、あ、こっちに来る。あ、やった逃げられた。欲張るからはい、どうぞ。ありがとうございますやんないよ結構この緑火の玉がファミコンよりもたくさん出て必要で結構大変です。2つ同時に出てますね。出る。危ない。あれ全然点数違う。なんでだなんで、あの働きによるんじゃないですか、ね、働き悪いですか、ルイージ。スリップアイス。あ、知らない。あれこんな敵いましたっけ。ファミコンではフリーザーっていう名前で出て、あのもっと細いやつでしたけどね、 8×16 ぐらいの。全然取れてない。そんなことないです一個多かっただけです。ちょっと欲張って取っちゃったけど、こっちに。やっぱり緑のファイアーボールが出る感覚がすごい。あー、まずい。まずい。あそこで反転してくるとは。あ、違う。あらららら、らやられました。やった、あったぜはい、終わりです。一方で海外ではどのようになってたかっていう。あ、出た、海外。ゲームセンター CX の中で印象的な挑戦の中に貝の冒険ってありますよね、はい、その貝の冒険の、元となったかのようなゲームなんですよ。へー。この宇宙船の中で、探索をするっていうものがあるんですけど、それ本当に動きが貝の冒険そのまま。ゴー。うわ、これもまたベクタースキャンみたいな感じのゲームです。ベクタースキャンではないかな。
弾発射できますよ、ね、あ、思われた、あれ、さっきの人はあの、これをクリアしてから、あ、人触られへんね、まだ危ない危ない危ないやった、うわうわ、なんだこの動きは、すげえ、うわえ、うわ、まずい、終わった早い、あ、それドッキングしなきゃダメですあ、そうなんや避けるんかと思った、避けて下に降りるのかと思った、じゃあこっちの方でちょっとこれだけ触ってみませんはい、ちなみに酸素なくなったら死にますよ、あ、頭打った、あ、しゃがんだ、貝じゃないですか、貝です、あ、骨になった貝じゃないですか、貝です一回やられた敵はもうそこから除外されるっていうのも怪異ですね。あ、ほんまや。本当はなんかローラーみたいなコントローラーで遊ぶゲームなんですけど、こうやってやる、そうです、左右で終わり、面白い、日本はなんか色が綺麗で可愛い感じに動き出してるけど、海外のはまだ線の方なんですよね、リアル傾向なのかもしれないです、ちゃんとリアルにリアルに動かすっていう方に興味が向いたっていう可能性はありますね。次、空手道っていう作品です。このコントローラー日本でやってたやつかな、そうです、そうです、L スティックが移動なんですね、はい、R スティックが攻撃なんだけど、その方向の組み合わせで技が出るようになってます、はい、技が出るまでちゃんと押し切ることが大事です、はい、途中で離すと止まっちゃうので、おう、最初に、訓練みたいなのがあるので、それに従って、はい、コントローラーを操作してみてください、練習、はい、はい、GO! あったな、実は音楽が変わっています、え、本当はそこでスポーツ行進曲みたいなのが流れてたんですけど、これに売るにあたってなくなったんじゃないかなと、ゲランキック、あっぱれ、あ、後ろあとこれ残機数がないので申し訳ないけど、そのまま、1対1になります、やだあ、いける技ありが1点で1本を取ると2点で、4点先取です、赤、白、中段突き、技名で抜いですね、うわー、かっこいいもの、あ、全国大会行くんですか、早い、関連飛んできます、えい、やめたこれで e スポーツやれへんのかな一応ね、あの対戦空手道っていうのがこの次に出てまして、そっちは対戦ができるんです、あ、これこの当時対戦なかったんですか、そうなんです、でも対戦空手道の方は元祖対戦格闘ゲームみたいな風にも言われてますね、それ下がった瞬間に攻撃、あ、違う大丈夫です、自分も瓦一枚でしたさあ牛だ、あ、牛、牛は倒せたことないです、どう倒すのか分かんないです、えい、お、倒した、すげえ、単語部超人持ってるのか、それとも遅延がいい具合に働いたのか、あ、終わりですね、終わった、めっちゃトボトボ帰ってるにじめ、次はパックランドです、はい、パックランドって1984年でスーパーマリオよりも前なんですよね、へー、なのに横スクロールで、割と冒険ゲームみたいなものをしっかりと作っているっていうのがまたすごいし、さっきの空手道と大体同じ年代かよっていうぐらいグラフィックよくできてます、綺麗ですよね、ええ、
アニオンさん確か PC エンジン版もプレイされていて覚えてました？ PC エンジンってこれ出てないでしょ。出てますよ。出てんの？そこからか。その時に、操作にすごい苦労されてたみたいなんですよね、はい。実はこれ A ボタンを押すと右に走って B ボタンを連打すると左に走る。あ、そうだ。それちょっと戸惑うようだから方向キーで左右移動 と、A ボタンでジャンプに切り替えてますから。そんなこともできるんですか？親切ですよね。アーケードアーカイブス、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。 GO！ あ、やりやすいこれ。前に苦労していたのとは大違いだと思いますが。そしてこのグラフィックが綺麗ですよね。もう本当にちゃんとしたアニメーションっていう感じで。あ、でもちょっと奥行きのが、ええ、ゆっくり動いてる。あ、取られんかった。おお、危ない。あ、ゴールした。敵食べられんかった。クッキーでしたっけこれ、パックマンの食べてるのって。最初に出ていた名前だとパワーエサっていう名前だったんですけど、後からパワークッキーっていう名前に改変されてます。わー、わかんないな。ファミコン版とかになれるとあのジャンプの、ジャンプできなかった。こういうアスレチック面みたいなものも全然マリオに先駆けてやってるんですよ、ね。あ、全然だ。しまった、ゲームオーバー。せめて妖精さんのところに行きたかったですね。行きたかったですね。そしてスターフォースですが、はい、かなり初期の方にラリオスチャレンジってやったの覚えてますか？ありました。名人に来てもらって、名人が来てくれたのか。実際にラリオスを倒すのもチャレンジしてみてはどうかと思いますけど。あ、やってみますか。GO！ このゲームは本当楽しくておすすめです。番組でも一回あのエフェクトのお話の時に取り上げたことがありますね。この5パターンの美しい爆発パターン。閃光メーター爆炎が上がり煙となって消える5パターン。この時代から実によくできた爆発パターンだと思います。ミサイル撃つ時ってちょっとドンドンドンっていう動きになってるんですよ。ああ、そうそうそう、あの左右の、発射台みたいなのがちょっと下がりますね。そうですよ。知らんかった。でもそれはいいけどやられてますね、さては。避けるんですよね、シューティングって。避けるゲームって考えてくださいって言われました。ああ、まあそうといえばそうですけど、ラリオスの場合は攻撃をちゃんとしなければねっていう。ボスは左に動きますよ。あ、はい、いけね、自分も失敗した。やっぱりモニターの遅延が厳しい。あ、終わった。こんなところで終わってしまった。ここで、はい、皆さんには全く関係ない話題なんですが、はい、私の環境がちょっとパワーアップしまして。そうですね。実はあの任天堂の何々の使い方という収録でも使われていた由緒正しいモニターに切り替えたので、今のモニターというかテレビってものすごく画像加工をいっぱいしてるんですね、うん、iPhone の写真とかもそうですけれども、後加工をすればするほど遅延が多くなってしまう。その遅延の話は、はい、私の番組の最初の方にも説明しましたので、はい、ここでもご覧いただいて。入れなく、編集で入れなく。では始めましょうか、はい、次にグラディウスです。はい、
連射をオンにしています。あ、やった、助かる。おお、遅延がない。ないですねどの辺までこれスピード使えばいいの？基本一つありゃいいですけど。あ、僕も三つぐらい行きました。まあ二つぐらいがちょうどいいかなとは思うんですけどね。あんまり速いと地形にぶつかっちゃうっていうこともあるし、そんなに張り切って飛んなくてもやっぱりグラフィック、サウンド、あとパワーアップシステムもうみんな完璧な作品ですね。これは綺麗ですね。このファミコンのソフトの容量が増えたんですか？ああ、増えてますね。この頃86年ぐらいになるとファミコン版が出たのが86年だとすると、メガロムってのが出始めるんですよ。カセットが変わったんですか？カセットの容量が、容量です。あのグラフィックというか、グラディウス自体はそんなに大きな差はないというか、はい、まだ、メガロムは使ってなかったんじゃないかなと思いますけど、それでもあの相対的に容量はガツンと上がっています。あ、海外のファミコン、いけね、レーザーを取り合わせれた。やった。おお、それでレーザーで稼ぐ方法っていうのを知ってる、すごい。なかなかあれですね、話しながらゲームするって難しいですよね難しいでしょ中に出てきた。あれ山あんの忘れてた。そっか、ファミコン版だと山消えてるから。あ、そうなんや。アーケード版山消えないんだ。あんまりあれなんですよ、グラディウスとか得意じゃないんですよね。やった。あ、当たった。あ、また1から。それが厳しいですよね厳しい。特に恐竜的なパワーアップをするような作品って本当どうしようもなくなるというか。ザブ地帯までやってきてるのに何ダブル砲とか持ってるんですか私は。うわ、これ不利だなんでダブルなんか持ってるんでしょうね、こんな時に。受けれた。やられた。ゲームオーバー。早い。うわ、これやられて一気に初期化されるの嫌ですね。だけど、あの反面ゲームをする時間って長くなりましたよね。前のギャラクシアンとかよりもかなり長い。そうやって、ゲームの内容が複雑化するにつれて、はい、インカムっていうのもだんだん下がる可能性は出てきたわけですよね。ゲームのプレイ時間がやたら長くなっちゃう。次、魔界村です。桜井さん、はい、パスしていいですか？いや、そこをなんとか。いや、やっぱりこれがないと、はい、ゲームセンター CX らしくないかな。割とファミコン版が多かったと思うんですけれども、はい、でもたまにはアーケード版もいいじゃないかと。そうか、家庭用のが難しいんでしょ？そんなこともないです。どっちも難しいです。そうですか。GO! もちろんレッドアリマー出てきますので。あ、いますか。懐かしいな。あ、違う、アーケードだ。うん、やっぱり音楽もいいしグラフィックもいいし、結構最強ゲームですよね。面白いし。面白いですねファミコン版はあの忠実ではあるんだけど、フレームレートが低かったりとか、意外と配置とかはそのまま楽しめるので面白いことは面白いんですけど、やっぱりこの滑らかさ、不気味さ。さあ、アリーマ来ます。早っ、もう着いたんですか？はい、倒しました。早っ。どうやってやったんですか？アリーマはあの空中に飛ばさないっていうのがいいです。地上で倒しちゃう。あ、やれた。
やる、あんまりむやみに攻撃せずに、地上に降りるのを待って、できれば突進も待ってっていう方が、ああ痛いな今のああつらい、やりますかそれも考えますけどね。あ、やだ、まずい。でも大丈夫、あ、一緒出てくるやつだあ、全然進めないそうなんですよね、そのフライングアーマーみたいなやつすごく強いです。あー、ご骸骨、こいつを倒して感じしよう。6まで行ってみよう。危ない、いなくなったな。当たった最悪だ。お、嘘でしょ早僕まだ村入ってないですよ。焦っちゃダメです。落ちた、あ、ゲームオーバー。あら、こっからが楽しいのにじゃあ終わりですね。うわ、早っ、もうちょっとやりたかったなんだこれ、面白いですよね、やっぱこれ面白いですね。指差して笑いました。頑張って波動拳、逃げろ、大変なことになってる。うわ、屈辱のエクステントタイム。桜井さん、買い物とか行くんですか。ほう、買い物行かないと思ってました